はい、ということで本日ブレイキングダウン何本 ?8 です。終わりました。いやどうやった？勝ちました。勝ったね。だけど負けた顔してます。確かに負けた顔してたな、はい、対戦相手に心配されてたの。そうですね、心配されてました。いやあんなもう打ち合い怖かった。見とってな、はい、でも結構タイプ似てない。そうですね、パンチでゴチゴチ押していくタイプが似てるやん、はい、やった感じどうやったの？なんか自分の中でやっぱとしぞーくんはなんかこう自分のスタイルを貫いてそのとしぞーくんのペースになったら強い選手だなみたいな。けどやっぱなんかこう言い方悪くてワンパターンな感じがあったんで、それを見てる感じでも思ってたんで、その試合を見る限りでやった感じもその来ることを分かってたんで、そこにまあ膝を押したりだとか。あ、膝をトラが使えるんが、そのアップの時にさ、やったやん。はい、ほんまにいけるかと思って、いけたな。はい、あの左膝、右は打てないんですよ、なんかわかんないですけど。アップの時にさ、シャドウで膝刺したらさ、はい、やめろそんなもん言うときにさ、はい、右はあかんかったな。意味あれへん、はい、いやよかったわ今回。でもなんかとしぞーが巻き返してきたやん。そうですね、あれもちょっと胸熱なって、その敵チームやけど、はい、バリ効きましたね。なあ、めちゃくちゃ効きました。あれでダウン取られとってバリややこしかったな。そうですね、あれはあれからもう一はちょっと厳しいもんな。はい、きついです。よかったわあれほんまに。けども気合いで、だって一人ドローついたやん、はい、オーディエンスか。はい、だからあれオーディエンスのドローは多分あの何やろ、もう一回もう一ラウンド見たいのドローやと思うね。はい、だってオーディエンスっ て誰が押しとんの？あの視聴者です。だろ、はい、そんなんありなるやん。そうですね。しかもとしぞーくんがドローってなった瞬間ドローみたいな言ってたよな、うん、自分で納得いってないみたいな感じ、うん、あの子はマジまっすぐやろな、ほんまに。お前なんか俺の大ファンやねん。ずっとなんかこう DM くれてしょったから、今じゃな向こうの方がもしかしたら有名かもしれんけど、いやーほんま、試合やったわ。でも初戦としぞーいけたんでかいよな。そうっすね。いやーマジで今日強かったっすね、としぞーくん。位置的にも絶対弱い位置のはいないじゃないですか、ブレイキングダウンで。そうやな、はい、ジョーブログに勝っとうし、はい、山川くんにも勝ってるし。山川くんは強い。山川くんも強いですね。最近強く、なんかとしぞーくんはもうこうどんどん成長が見られるじゃないですか。あの子だってそのインスタとか見とっても、はい、めっちゃ練習頑張ってるもんな。そうですね。まあ本当に、まあ、こうやって初戦でやっていただいたことも感謝ですけど、だけどもなんか今回試合じゃなくて、もう最初からひろきさんにも言ってたんですけど、もう喧嘩でいけますって言って、うん、だから多分蹴り膝とかも合わせれたと思うし、むしろだってあの煽り部位の時の喧嘩でな、左膝打って左シャッターやったもんな、ね、ガチャーンってあれやいっこしいで、あんなのお店の人からしたら確かにシャーン言うてたやん。いやまあでもよかった、分かって。そうですね、俺らもさ急遽さ奄美大島からなんていうのセコンドつけに来たからさ、あれやったけど勝たせれたんが一番良かったよな。いや本当、まあ、ひろきさんがセコンドついてくれたらやっぱ心強いですし、で、あすみさんもいてくれたらより、なんか、トラってあすみ大丈夫？いやいや、そうですよ、もちろんそうです。一番何もできんけど。いやいやいや、ほんといろいろほぼおかんやもんな。いや、なんかいるだけで、なんかおもろい友達とかいるじゃないですか、うん、なんか別に特に喋らんけど、そいつおるだけでなんかおもろいみたいな感覚で、安美さん追ってくれたらなんかこう和むっていうか安心する。あ、そうです、そうです。なんか俺一人やったらなんかお前らを威圧しようみたいな。いや違う違う違う、そのひろきさんは熱くしていただける人を、その中でこう優しくしてる、そうそう、がちょうどいい温度で。俺ってもう、うん、今日もやけどもうトラに対してさ、俺はもう多分10個ぐらいちゃうやん。はい、そうそう、ね、近く違うからさ、もうなんかあもう怖いなみたいな子供やんな、もう。しかもこんな目が腫れるって分かれへんかったから、うん、びっくりして、どんどん腫れていったからな、試合終わってから。お父さんとかお母さん、はい、お姉さんとかさ、はい、俺はこう
レモンさせてもらおうと思うからさ、はい、まず勝ち負けよりこう五体満足で返したいのが一番でかいからさ、はい、まあこれが俺を今まで俺もファイターしてるから俺のセグワンついてくれたとしたらほんま気持ちわかるもんな。最近特に自分が自分の指導者になり始めてからさ、あそうその話で思い出したけどトラのさゼロあったやん、はい、で決勝戦で負けたあったのさ、ヒロキのとこにおるからこんな弱いねみたいな、はい、弱いねとか負けんねとか、ヒロキ総合試合なんてあれちょっと言ってくれへん。あ自分ヒロキさんのとこで練習したの1回しかないです。その1日だけやんな。キックの練習してでそのヒロキチャンネルの虎之助っていうのはそうなんですけど、そのレイジさんとかはヒロキさんの元で練習してるじゃないですか。だから多分自分も一緒にしてると思われてるんですけど、自分は MMA なんで。だから福岡のちゃんとした自分名言っていい？そうです。 MMA レンジャーズっていうちゃんとしたすごいあの、はい、ところでの総合でやってて、でトラの兄貴もちゃんとその、はい、MMA で結果も残してんねん。アマチュアやけど、はい、レギングダウンの場合はこれからな合宿とかおいで言ってするから、はい、あれやけど、まあ、ボクシング そのバックボーンがあるし、うん、そこまあちょっとブレーキングなの1分のキックボクシングって俺認識やから、はい、これからもっと手伝えるやろうし、はい、ちょっと楽しみやな。そうです。あとその俺はトラに対してすごい可能性を感じたから、はい、いた姫路急遽読んだやんか、はい、ブルースターあのジョリー倒した時、はい、あれからがスタートで、はい、なんでもう急やったやんあれも、はい、電帰り福岡からの帰りに電話して、はい、ちょお前来れるかみたいな、はいでやったからさ、すごい俺は花があるもちろん分かってたし、はい、俺自体格闘技ファンやったから元々が今もそうだから魅了されたこいつに対してだからこう一緒におんねんけど、で俺はトラ今ずっと言ってんねん、このトラはすごいこうひろきチャンネルとしてひろきチャンネルとしてってどこでも言ってくれんねんけど、俺はトラがそれこそ朝倉未来さんとか朝倉海さんとかなんかあるやんよそでMMA のジムがおいでよって言ってトラが行くっていうんやったら俺はもう心を込めてほんまになんか応援する自信もあるし頑張れよっていう思えるから、やっぱ一ファイターとしてそれは結構言ってるよな俺。それはずっともうていうか別にそのブレーキングダウンが決まったからとかじゃなくて、その前からそういうこう別に無理せんそういうこう強制とかじゃないからだっていうことはずっと言われてるんで、別にジム自身もそのヒロキさんから言われてるからいるとかじゃなくて自分自身が痛くていることなんで、なんか俺はなんかトラの YouTube の、まあ、俺なんか弱小 YouTube やけどさ、みんなでトラが好きやから一緒に YouTube 撮っててこうやって楽しいし、うん、でおるやん別にこうなんていうのこうそんなプラスの収益なんか叩き出せてないで俺らまだその登録者数も再生回数も少ないからさ、でもなんかトラとこうやって一緒に乗るのが楽しいし、レイジだとレイジとかいろいろこうみんなでいろいろ全国行ってさ旅行みたいな中で行って喧嘩場もするのが俺は楽しいからさ、それの分の旅費がペイになったらええやんでやってるから、俺はトラに行ってこい行ってこいいろんなとこ行けよって言ってるから、俺は別にがんじがらめではないけどはするつもりもないし、もうトラの決断に俺は絶対反対はせえへんから、それをなんかコメントで何も知らん人に言われるのはちょっと俺はショックやったから。そうですね、うん、まあそうなるんやろうけどな、まあ、こんな話したの初めてやしね多分。そう、あまあこうカメラの前ではな、うん、トラはなんかいちいち可愛いんが電話式で言うねん俺に、ひろきさん僕はひろきチャンネルでやるからみんな、うん、トラのすけチャンネルしたらええやんって思うねんけど、まあ、難しいからないろいろ、まあだからトラは頑張ってるし、それはいつかどっかでプロになるタイミングが来て大きい舞台に立つタイミングが来ると思うから絶対に、その時は別に俺はこうセコンドじゃなくても応援に行ったるつもりやし、俺も関係は変わらんから、でももうちょっとブレイキングなのでちょっと一花咲かしてほしいなと思う。そうですね、うん、一応まあデビュー戦も勝てたんで、うん、まあ、ここからがスタートだと思ってるんで、ここで調子に乗らず、あとなんか朝倉未来さんが言ってたやん、この近く闘技なんかレンとプロ行けっていうのあれはどうなの、そのトラとしては。あれはやっぱこう、まあそう言っていただけるのは嬉しいし、やっぱこうってことは見てくれてると思うんですよね、 YouTube とかも自分の試合とかを。そうじゃない、じゃないと言われないですよね、うんうん、まあ、まあ見てくれてるっていうこともすごい嬉しいですけど、けどやっぱ自分がプロになって戦うのは自分なんで、まあ、その中で
やっぱまだそのプロとしては無理なんじゃないかなっていうのもあるんで、まあ、そのためにもっと実力つけてプロになるからには負けたくないんで、だからこうそういう部分を考えて上で言うと現時点ではちょっとまだかなと思うんで、 MMA ってほんまに難しいもんな、はい、プロになってやることが練習量が、俺らさ殴り合いとかさフィジカルとかだけでいいけど、もう寝技ってやら何やらいっぱいあるやん、まあ、MMA やることが多すぎるから。そうですね、まあでもとりあえず今回はさ、今次の何ていうの、未来の展望を見ず、今回はちょっと体休めて目直してからちょっとまた一緒にな、はい、こういけたらいいと思うんで、次のブレイキングドームはひな壇とか座るんじゃん。どうなんですけど、まだ分かんないんですけど、だけど出れないことは絶対ないと思うんで、うん、みんな見たいやろそら。そうですね、あ、路上の伝説ってなっとったで。ちょっと確かにそうですね、これ路上の伝説ってええー、なぁ俺悪道や、西の悪道やで。いや西の変えてやかっこいいじゃないですか。変えてや、俺も路上の伝説がやろ。いや、それやもう自分に路上の伝説癒すもんやって。あ、そうなんや、かぶってるじゃないですか。喧嘩の天才が良かったっすよ。喧嘩の天才の方がなんかトラップよな。あれ、はい、でも、あ、そうやな。あ、絵の名前つけたわ。喧嘩の天才は、本当なんか、シンプルでいいよな。はい、まあ、そんな感じかな。そうですね、これはもう試合当日に出すんやろ。試合かまつぎの日になるかな。いや、もう遊びに頑張ってもら当日出しましょうか。はい、うん、ということで、トラ、お疲れ様でした。おめでとう。ゆっくり休もう。はい、はい、最後に言いたいんですけど、うん、ちょっと元気ない感じ見えてるのはこれは疲れなんで、うん、別に何かあったわけではございません、うん、はい、ものすごく疲れてます。ただの疲れやろ。さっきまでほんま病院行っててね。しかも目もこれなんでちょっとなんかこうこんな感じ落ちてる感じ見られたら嫌なので。勝手に嬉しいのもちろん、はい、自分も嬉しいですけど、けどちょっと疲れてて。その疲れるわ、はい、18の子が田舎もんがさ、はい、東京出てきてさ、はい、大変やわ。ご飯もいっぱい食べたし、もう寝てゆっくりしてください。ごちそうさまでした。じゃあそんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございます。